長ネグモはコガネグモかのクモ。和名はコガネグモに比べて体が細長いことから。メス成虫の体長は20から25ミリメートル。胸部背面は黄色みを帯び、白い毛が密生する。腹部は楕円型で、前は平たく、後ろは少し尖る。背面には黄色っぽく、それに細い褐色の横縞がまばらに多数はいる。 ところどころの線の間が白くなることもある。ふわしは肺褐色でトゲがまばらにある。有成虫は体長6から12ミリメートル全体にメス成虫と形が似ているが反問がはっきりしない。北海道から南西諸島に広く分布する。世界的には旧北区に広く分布し、ヨーロッパでも普通に見られる。年一化成 成虫は8月以降に見られ、地域によっては11月まで見られる。卵は卵農内で秋のうちに孵化し、そのまま越冬して、翌春に1回目の脱皮をした後に分散する。人家周辺から山陸までに生息し、明るい草原に多く、水田にも品質する。あまり高くないところに中型の垂直円毛を作る。雲は常に網の中央に頭を下に陣取る。 隠れ帯をつけることが多い。他の小金グモ類は足を伸ばす方向に沿って X 字状につけることが多いが、本種ではその形につけることは少ない。妖精ではジグザグに糸を張った、歪んだ、円盤状が多く、成虫では縦に伸びたジグザグのリボン状が普通である。刺激を受けると網を強く揺さぶる行動をとる。産卵は大きな卵脳を形成する。メスは 草の間に不規則網状の足場を作り、直径2から3センチメートルにもなる、西洋なし形、壺状の乱納をつける。上面は、くぼんで、壺の口を形成するが、その内側には丈夫な膜があり、内部は閉ざされている。壺内部には、クッション、小金蜘蛛など、同族の他の種では、より扁平な乱納を形成する例が多い。 それらでは不規則な多角形のシート2枚の間に卵が収められる。産卵の際は、まず片面の膜を糸で作り、その上に産卵して、それを覆う、もう一枚の膜を作るようにする。その点、この種の卵のは一見では異質である。しかし、その産卵の過程を見ると、メスモはまず、壺の蓋に当たる膜を糸で形成し、その仮面に腹部を押し付け、産卵を行い、 このようにして、糸の膜にぶら下がったようになった段階に、下から糸を巻きつけることでクッションを作り、最後に、それを、壺の壁に当たる膜で覆う。つまり、下側の膜が、壺状に大きく膨らんではいるが、やはり2枚の膜に挟まれた形をなし、基本的には、同じ構造と言える。昆虫期で知られるファーブルは、その中で雲についてもいくつかの記録を残しているが、 その中に本種に関するものがある。しかし、その内容に問題が多いことが以前から知られている。特に目立つのが、弾道に関するもので、彼は、その作成過程を記録しているのだが、これが、実際のものと大きく異なる。彼は、メスがまず袋を作り、次にその袋の中に卵を流し込み、最後にその上に蓋をするという風うに書いており、これは、 蒸気のような実際の作成過程のほぼ逆である。これについては、フランスのボネーが1925年にすでに指摘しており、日本では全国が蒸気の観察記録の中で問題にしている。ボネーはさらに乱納作成時間、産卵後の行動にも触れた上で、ファーブルは不十分な観察に想像を加えたために間違ったと記している。人里に見られる普通種であり、大柄で、 目立つので広く知られてはいるが、明確な利害はない。水田によく出現するので、水田の農業害虫に対する天敵としては、それなりに活躍する。高知県では、稲、牛若の名で親しまれている。それ以外に大きなものは特にない。小金雲は雲合戦に使われるが、長小金雲は攻撃的でなく、使っても面白くないとのこと。 斉藤慎一郎のアンケート調査では、東北地方に少なくとも7例の長小金雲相撲が確認されている。日本の小金雲族のものは、その多くがより幅広い腹部に幅の広い黒い横帯を持ち、この種だけが見かけでは大きく異なる。ただ、日本では南西諸島に長丸小金雲がおり、この種は、形は、 小金雲などに似るが、反問は長小金雲によく似ており、両者の中間を感じさせる外見となっている。ありがとうございます。